ターポートの逆襲を。本日のヒーローは第3マッチ接戦をものにしました張本智和選手です。さあ第1マッチダブルスは敗れてしまった中で第3マッチのシングルスも厳しい試合展開となりました。まずは試合内容を振り返ってみていかがだったでしょうか。そうですね、今日のプレーはあまり自分の中でいいプレーではなかったですけど、最後まで粘ろうと思ってやった結果なんとか逆転できたので、はい、何とか粘れてよかったです。その中で最後ハオシュアイ選手に勝ち切れた要因というのはどこにあったと思いますか。やっぱり何としてでもボールを1球多く返そうと、まあ、今日は決め切るのは難しかったので、まずミスを減らそうと思って頑張りました。そして岡山武道館リベッツファンの声援がすごい中でもアスリラファンの声援というのも届いていたと思います。改めてこの岡山武道館で試合するという雰囲気というのはいかがでしょうか。そうですね、もう1年目からこの岡山武道館でたくさん試合をしてきて本当に馴染みのある場所なので、そして岡山リベッツさんの応援もすごく相手としてでもすごく気持ちいい応援をしてくださるので、すごく、敵味から関係なくすごく会場を盛り上げてくださって本当に感謝しています。それでは最後に会場に駆けつけてくれたファン、そして配信をご覧の方々へメッセージをお願いいたします。はい、今日岡山武道館にいらっしゃった皆さん、そして配信ご覧の皆さん、今日もたくさんの声援ありがとうございました。まだまだシーズン始まったばかりなので、長いシーズン1試合でも多く現地でも、動画配信を通しても見てくださると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ということで今日のヒーローは琉球アスティラ張本智和選手でした。ありがとうございました。